海選手お疲れ様です。お疲れ様です。ここ2試合連続で出場していますが、改めてチームスタイルには慣れましたでしょうか。ぼちぼち慣れてきました。そんな中で前節では、ライン上でクリアする場面がありました。あの場面を振り返ってみてください。気合でボールを引き寄せました。もともとそういう危険を察知するっていうのは強みで持ってたりとかはするんでしょうか。いやちょっとよくわかんないですね。まあ、酒井選手の強みでいうと足が速いところであったり、まあ、カバーリングと以前おっしゃっていたんですが、まあ、そのあたりすごいこの前の試合で出てたんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。まあ、前線の人が頑張るあのパスコースを限定してくれるので、まあ、次は読みやすいっていうのもありますし、まあ、そこは僕の強みなので、まあ、そこでは負けないように、まあ、みんなを助けたいなとは常には思っています。まず今週は水戸戦が控えております。練習でやっておきたいことなどありますか。まあそうですね、まあ、ラインの確認、高さの確認だったり、まあ、いつ下げるのかっていう、もしスタメン組でやる機会があれば、まあ、そこら辺は少し細かいところをちょっと確認したいなと思います。最後にファンサポーターの皆様に向けてメッセージをお願いします。次はアウェーですが、たくさんの方に来てもらいたいのでよろしくお願いします。ありがとうございました。